改革党と申します。花町の皆様大きなお声でお騒がせしております。この度葛飾区議会議員選挙に我が党より高橋純也が立候補しております。我々は主に NHK 集金人のヤバー訪問による迷惑に対する対策を取っている団体であります。 NHK 集金人夜中の10時に来たりですね、夜中の12時に来たりという報告も私のところに来ております。 NHK 集金人が来た、これ対応する必要あるんでしょうか。実は NHK 集金人が来たら話さなくてはいけないという義務は放送法その他法律にどこにも書いておりません。私は豊島区議会議員ですが、豊島区議会議員といえども誰にでも会えるわけではありません。私がですね、もしも夜中の10時に一人暮らしの女性のお宅に行ってですね、豊島区議会議員ですがお話を聞いてくださいと言ったらどうなるでしょうか。警察を呼ばれるのが関の山であります。ですが NHK 出勤人は平気で夜中の10時に一人暮らしの女性のお宅に行って長々と居座って一方的に話をして、こんなことが許されていいんでしょうか。放送法その他の法律にも NHK 集金人と話さなくてはいけないという義務はどこにも書いてありません。 NHK 集金人がやっていることは迷惑防止条例5条の2、住居付近にうろつく待ち伏せすること、複数回にわたり住民を不安に陥れるようなことをすること、まさしくその通りであります。夜8時を超えて NHK 出勤人がもしもあなたのお家にやってきてしつこいようでしたらば、迷惑防止条例5条の2違反であります。付きまとい行為、これをやってるわけですから、すぐに110番してもいいと思います。 NHK 見たら聞いたら110番、 NHK 見たら聞いたら110番、あなたには NHK 出勤人と話す義務など全くありません。義務にないことを他人に強要するのは強要罪という罪があります。これにも違反しております。これら数々の犯罪の上に成り立っている NHK という組織は犯罪組織そのものであります。こんな組織は子孫に残してはいけません。もしあと10年20年 NHK が残っているようでしたらば、その頃に生きていたおっさんとは何やっていたんだ、子孫に怒られるに決まってあります。NHK のようなへんてこな組織を子孫に残してはいけません。高橋純也は葛飾区から NHK 集金人を追い出す活動を一生懸命したいと思います。高橋純也をぜひとも葛飾区議会に送り込んでくださるようにお願いいたします。よろしくお願いいたします。